とね、さっきね、あの玉ねぎ切ってたからちょっと涙がちょっと溢れてきた。ごめんね、ちょっと。はい、お疲れ様でした。オーピーさん、スティーハートありがとうございます。笑ってる、もうすごい笑ってる。ありがとうございます。おお、タワーだ。待て、そんな息にポンタハシタンちぃちゃん、うー、ジェントルマン、お腹鳴った。もう覚えてない。ちょっと待って、え、ちょっと見に行って、ちょっとまとめちゃうね。あれ、あとはあ、どうしたか。あ、ミクちゃん、ミク。そしてあー、もうダメ。あー、ありがとう。めちゃめちゃまとめてしまった。キュッて、キュッて戻して、はい。名前だけ書いた。あ、待って待って、あー、だっただらららら。あ、ふーさん、ふーさんありがとう。あ、もう即バターは待って、もうさん、ふーさん、私さん、後ろも、あれ間違えた、待てろ、皆さん見てください。見てくれ、わーい、わーい、ないんだ。あれはブロッコリーはどういう、うん、なんだろう。どういう
うんだったのかわかんないんだけど、ラストの肉です。今日は肉祭りでございますよ。筋肉もりもりよ。今日ちょっと前髪すごくない？なんか束感、いい束感。なんかすごい。ここえなんかツインテールなんですけどね。ツインテールに見えなかったね。普通におろしみたいに見えた今。マッスルマッスル。トシさんおしろ。じゃあ途中やった。ありがとう。わーい。あすごいサイドにマヨネーズがいる。ブロッコリーも来ました。ブロッコリーと一緒に食べるのが一番美味しいですって。お肉ね、お米もいいけど、このソースの入れるやつすごい花みたい。あ、インターンシーじゃん、花みたい。今日はもんちゃんの最後の配信は11時までやります。ではいただきたいと思います。今日も朝食べたんですけどね、すごいでしょ。お疲れ様、お疲れ様。肉皆さん見てくれましたか？ラスト公演。お母さん、お母様、お母様、ママ、これはこのブロッコリーは冷凍のまま食えって感じですか？凍ってる凍ってる。うん、チンしようか。見て見て、ほら見て、ここすごいね、あの消し、あのほら見て、氷ついてるもん。嘘でしょ。ママ。はい、ブロッコリー戻りました。いただきます。うんうん、凍ってる。いや、前歯に詰まった。もうずっとハート投げとる。ありがとう。なんかね、なんかすごいいろいろなこう思い出がね、いろいろ蘇ってきました。昨日も言ったんだけど、昨日も言ってたけどね、尋常じゃないぐらい皆さんの前で泣きました。ん、キューちゃん来たの？いけいけ、ゴーゴー、俺ゴー。
ケパラ。明日も配信してね、ワンチャンしてるかもしれない。明日6時半に。おはようとか言って、おはよう。おお、アイドルしない、アイドルしない。いや、その今日ね、手遅れコーションで唇切っちゃって、めっちゃ違う。固めてきたかな、マヨネーズが固まっちゃった。あっす、あ、それはいらない、これはいらない。あ、ちょ、マヨネーズ、あ、もうめちゃめちゃホクホクになりました。逆にそのままそのままチンしたから、マヨネーズがすごいなんかすごいことになってます。固まっちゃって、マヨネーズが。はーい、お、タムから連絡が来た、ありがとう。じっくり返します。あ、そう、あ、そう、うわ、こんな感じになるな。あ、そう、ブロッコリーめっちゃ熱そう。あ、めっちゃなんかすごい韓国語があった今。あ、うん、一番の思い出は皆さんに出会えたことです。皆さんに出会うことがなかったら活動もしてないしさ、自分のやりたいことも絶対やってないだろうし、やれてないだろうし、皆さんがどんな時でも私のことを見ててくれて応援してくれるからです。だから本当に最高の思い出、一番幸せな思い出は皆さんに出会えたことですよ。ご飯食べながら言うの嫌だよね。
手袋しないから懐かしいね。じゃあ2杯行こう。いいよ行こう。よしじゃあ。USJ で会いましょうね。皆さんはどんなところが好きでしたか？みんなパフォーマンスでしょ。すごいみんないろいろあるね。パフォーマンス、顔、淡路島出身のところ、やば。淡路島出身だったらどこでもいい、あ、間違えた、誰でもいいかい。え、ぽえ、耳
猿耳。猿耳だから私。猿耳ね、空耳じゃないよ。お菓子を隠すところ、あ、バレてるやだ恥ずかしい。お菓子隠すところやばいそんなとこ好きな、大マニアックだね。マジ裸で踊っちゃうところ恥ずかしいって、恥ずかしいところ好きな、待って嬉しいね。でもなんかどんな、なんかとりあえずなんかとりあえずというか、ミユが好きだよっていうね、どこが好きとかじゃなくてみたいな、ミユそのものが好きだから何やっても構わないってこと。Are you okay? Okay, okay. あと2切れしかない。よく分かったね、 TikTok。 はい、いっぱい食べるところ。いっぱい食べる君が好き。公園中にいたずらな、いたずらするところ。まあ、いたずらするね、私よくね、おじり、おじりをマミマミってしたりねするね。朝からいっぱい配信してくれると、あお、それは余裕誰の、いやもう誰とかはない、もうみんなのお尻をもみもみ。やめて、私が変態みたいになるやん。健全だけど。あ、ラストでした。美味しかったです。ありがとうございました。
これで私は今日もスラスラと寝れます。触り損なった。まあ、2期生はあんまりしゃあのはあの何ですか、触れなかったメンバーいると思うけど、まあほぼ触ったかな。やばいって、すごい変態だから今の会話。見てもらった、いただいたお花です、飾ってます。唇、あ、唇切れたから大丈夫。あの口は治るの早いしね、口内。え、なになになに、花子とか見てない、ごめん。なに。え、花子とは、え、花子とは何、見て、ちょっと待って、何で、え、書いてる、書いてない、あ、あ、なんか手紙、メッセージカードに書いてる、書いてるよね、書いてるよね、多分。ちょっと待って、ツイート見るね。じゃえ、待って、これお花のさ全部名前どれだ、あ、これだ、ピンクのバラ感謝ねりねって、どれ、再会を願って、
ピンクのバラでしょ。ねりねってこれ。いや見えな。ありがとう。もちろん。もちろんよ。必ず。また会えるよ。少しだけ。明日お城投げてくれた、ありがとう。ちょっととりあえず片付けよ。そういうところ、そういうところから始めたって。と思ったら、この全然ここに入ってたマスク。ちょっとだけ休憩するだけだよ。
か泣いてたみたい。リップ塗るね。手紙を書きましたので、今今手紙を書いたので一気に目ごめんね。大好きな皆さんへ、本日まで未熟な私を支えて応援してくださったファンの皆様、悩んだ時にそばにいてくれたメンバースタッフの皆さん、本当にありがとうございました。元気を与えるのが私の目指すアイドルでしたが、逆にファンの皆さんから元気をもらっていました。つまずいた時、辛い時、悔しい時、どんな時もずっと皆さんがそばにいてくれました。だから私は笑っていられることができました。大切な幸せをくれてありがとう。これからどんな形で皆さんに恩返しできるかわからないけど、日々人として成長していつかお会いできるよう信じています。また会ってくれますか。出会ってくれた全ての皆様に感謝を込めて、ありがとうございました。STU でやられて、 STU になれて、皆さんと出会えて幸せでした。 STU48 が大好きです。 STU48 一期生門脇美奈より、鼻が もうさん、タワーありがとうございます。めちゃくちゃ放たれる、もうめちゃめちゃ放たれてました今日。
ありがとうございました。カスタネード、いやもうさ懐か、いやあの懐かしい、今日ね本当に申し訳ない、本当にアグネスちゃんお城ありがとう、いやもう本当に申し訳、あギズムさんどうもありがとう、してたまねありがとうございます。あのさあ今日ねあのお見送りあるじゃないですか公園って、でもそこでもうあの涙が止まらなくて、もうね顔が見え、顔見えるんですけど、顔は見えるんだけどなんかもうぼやけちゃって、もう会うことないんだなって思ったらすごい悲しすぎましたね。会うよそりゃまた。今日はちょっとあの涙腺があのやばいんですけど。なんかステージから降りたくなくて結構長い間ステージに最後ね座ってしまいました。そうね、もうあのステージから降りたら本当に終わってしまうのが辛くて、夢で来てた。あ、うっさん、どうもありがとう。ありがとう。鼻が。涙が止まらない。あもう一年分泣いてる、もう本当に。もう泣くも多分もうこれ。わっちゃん人生で一番泣いてるかもしれない私。泣くことってないからさやっぱ全然ね。
相当やばいと思う。いやでもあのまあ今だから言うけど、まあ今日もすごいね、まあ、結構あの、まあ、ちょっと玉ねぎ汁が溢れて出てるんですけど、なんか事態が決まった時は一番すごかったです。永遠と気じゃくってもうパンパンに腫れてて次の日そうめっちゃもう目が開かなくて、こんなんで、そうその日は本当にめっちゃすごかったですね。やっぱりなかなかあんまり泣いてなかったので、あんまり泣かないのでね、だからすごい、そう目めっちゃ腫れてた時とかすごい、めっちゃよく決まった。それは言わないけど、でも本当にね、もうなんか帰り歩きながら泣いちゃったんです。そう音楽聴きながら、しかもあの「スピーチレス」っていう曲を聴いてて、アラジンの曲なんだけど、アラジンの実写版のね方の曲なんだけど、心の声っていう、スピーチレス心の声、まあでも英語版聞いてたんだけど、もう永遠と涙が止まらなくて泣きながら、もうマスクあってよかったなと思った。その時もうか隠せるじゃん、また目しか見えてないからさ、東京ピッピさん、STU ハットありがとうございます。アグネスちゃんもハットありがとう。大好きだよって、ありがとう、ずっと大好きでいてください。超ヘビーな、ちょうどよ、ハトハトありがとうございます。ブニャンスティーハットありがとう。また会いましょうね皆さん。
うね。あー、ヒッピーさんが言ってくれてる、ありがとうございます。話したいことがまだまだたくさん、話してください。話しましょう。この涙は君さすがすごかったね。もう何か序盤の序盤の曲が良すぎるからダメなんだよ。ダメではないけど、そう、それはもう、いやそうなるよねみたいな、そうなっちゃうよねみたいな。うん、そうそう、最初からクライマックスだから。曲がね曲が良すぎたね。みんなが泣くけ、スクショタイムお願いします。どんなスクショタイムいいですか。さすがにモテんな。
ロさん花束ありがとうございます。カッシーさんかわいい、ありがとうございます。ハッピー、うん、出会えてよかった。こちらこそ出会ってくれてありがとう。14歳だった、そうだね、14歳だったね。18歳になってもうあと少しで19歳です。まだだけどだいぶまだだけど、今11月でしょ。12月と1、2、3月4ヶ月あります。色黒だったのに今もか、やがましいわが色黒や、誰がミートボールや。楽しかったね、楽しかったね、いろいろな、いろいろだったね。やっぱ懐かしいね、やっぱあの握手会がやっぱり懐かしいですね。だって握手会ってさ、握手会もあればさ、なんだっけ、写メ会とかあったよね。あのなんだっけな、なんか動画撮っとったよね。そう、みんながさなんか出してくれてたやつをさ、こう見てたんだけど、懐かしいなと思って。そう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 、セリフのやつね。なんかすごいその動画をね見たんだけど、なんか初々しいなと思って自分。ワンショット動画会動画、なんとかだよーとか言って、でなんかちょっと、いやーなんか初々しい初々しい私だった。多分今だったら全然違うだろうなみたいな感じだった。握手会、うん、いやーね、本当に赤ちゃんだったね。なんか本当に赤ちゃんみたいな赤ちゃんもでしたね。トレンド入り、トレンド入りしてるの私が。なんかさっきなんかしてるの見たけど、してたのあれで、なんかソラハが教えてくれた。懐かしいね。待って、なんか来たんだけど、あれ、なんか消されたけど、間違えた、たた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 、あたたたたたた、たさえ、なんかひながさボイスメッセージ送ってきたから、え、何と思って、あー、ねえ、トレンディーなありがとうございます。間違えたらしい。トレンディーなエンジェル、トレンディーエンジェル
ふくちゃんが配信でずっと見る話をしてました。あら、ありがとう。ふくちゃんやんば。知らない。ま、前見るとどんな子だったっけな。ガタクさんだぞ。前メロだからよくわかんない。あ、ちょっと違うな。いるの？何してるの？こんな感じ？前メロだから詳しいことよくわかんない。ちょっとわかん、ちょっと知らない。ちょっと違うな。もっとクオリティいける？いけるか？いけるかな？どんな声だったっけね。ちょっともう分かんなくて分かんないわ。マイメロの声聞こう。マイメロなんだけど。バイバイバンされるって。最後にバンされちゃうから。いや、めっちゃこれ気になる。全員マイメロでアモンガースをやったら平和になる説。めっちゃ気になったこれ。めっちゃおもろいやんこれ。アモングアスね、本当にアモングアスもしたいし、もう何でもしたいよ。あー、お口はとか言ってたね。懐かしい。なんだっけそれ。お口はミッフィーちゃんみたいな。お耳は猿。絶対覚えてないけど、覚えてないけど、なんかそういう話をしたのは覚えてる。そうやったよね。なんか、え、なんだっけ。あ、ダンボか。耳はダンボなんか言ってた。え、耳はダンボなんか言ってたっけ。え、お口ミッフィーちゃんだったよね。お口、え、どんな感じだったっけ。え、どんな感じで言ってたの私それ。猿耳の足かなと思ったよ私。お口ミッフィーちゃんめっちゃ覚えてたよ。お口ミッフィーちゃん、耳は猿。まるねー。覚えてないわ。一番の思い出、いや、そうやな。一番の思い出は、まあ、あのカスタネード作ったことかな。やっぱカスタネード作ったことは結構頭に残ってるかもしれない。あとはやっぱ12時間配信をした時にラーメンを作った、うん、とか、初めて12時間配信した時とか、そうカスタネード伝説があったんですよね。あのカスタードとレモネードを混ぜたらどうなるんだろうっていうね。あの、なんかなんでそうなったかって言うと、私が間違えてなんかカスタネードって言ったのがなんかちょっとあれで、あ、じゃあ、え、カスタネードとレモネードって混ぜたらどうなんだろうねってなって作ったら分離するっていう。なんだこれっていうやつですね。やっぱ実験やったんで一回ね。そう、あの、めっちゃ、うん、
まあ、その時めっちゃおもろかったけどね懐かしいね、それもありましたね。なかなか無茶ぶりの電話したね。無茶ぶりの電話かけてなんかもうあの萌え台詞とかなんかやった気がする。あーきれいやったー、ダビデタやったーやったやった、懐かしい。何を私は今考えてるでしょうかっていうやつだよね。でみんながコメントしてみたいなやつだったよね。でブップーとか言ってやってた。あ、そうハンバーグも作った、ハンバーグ作ったのと、あと何したっけ。また会いたいです。会おうね。会おうね。それは。もうちょっと家つく。ああ、お疲れ。手品もやったよ。クイズとかもやってたよね。一番、これ、何番でしょうとか言って。やってたわ。料理をね、いろいろ作ったね。ダンス配信もね、なんかしたよね。納豆入り卵焼き、どんなんだったっけそれ。え、作ったの覚えてるんだけど。美味しいって言ってた？え、美味しいと思うけど。昔々、それは雪の降る寒い日でした。草原の中にぽつりと立った凪の巨木の下に一人の傷ついた兵士が倒れていました。それを見つけたのは草原に住むサーヤでした。サーヤは兵士を自分の家まで運び手当てをしてあげました。ところが意識を取り戻した兵士はそれまでの記憶をなくしてしまいました。自分の名前さえも思い出せないのです。サーヤは兵士にナギと名前をつけてあげました。それから5年の月日が経ち、サーヤとナギは夫婦になり草原で幸せに暮らしていました。そんなある日のことです。巨木の下でサーヤが悲しそうに泣いています。そしてサーヤの流した涙がキラキラと輝きながら、間違えましたね、光りながら巨木の根っこに落ちました。ポタリ。するとそこにオレンジ色の巨人と目をキョロキョロさせた犬が現れました。巨人は優しく笑いかけます。おめの流した涙は美しいろん、だからおめの願いを一つだけ叶えてやるろん。サーヤは泣き晴らした目でじっとボノロンを見上げています。犬は笑顔で言いました。驚かなくていいわん、こいつはボノロン、おいらは相棒のゴンタワン。巨木の森タスムンからお前を助けに来たわん。さあ願いを言ってみるわん。サーヤはうなずくと願い事を言いました。夫のナギを彼が望むところに連れて行ってあげて。どうしてだわん。3日前のことだったわ。私たちの家を盗賊たちが襲ってきたの。その時ナギは盗賊たちに一人で立ち向かったの。ナギはびっくりするほど強かったわ。
盗賊たちは驚いて凪の顔を見て叫んだの。将軍が生きていた、こんなところにいた、大変だ。そう叫んで逃げていったわ。将軍、お前の旦那は何者だわん？サイヤは首を横に振ります。実は私にもわからないの。でもあの人は私なんかとこんな草原に暮らして一生終わる人じゃない。5年間一緒にいてそのことはよくわかったわ。サーヤは必死です。盗賊たちが驚いたのにはきっと訳がある。ここにいたら彼に危険なことが起こる。私には胸騒ぎがするの。お願いモノロンさん、どうかナギを安全なところへ。モノロンはうなずきました。わかったろん。次の日のことです。モノロンは畑でうとうとと昼寝をしていたナギをつまみ上げると、おお怖いな、空高く舞い上がりました。おお怖いな。驚いたナギは叫びます。何をするんだこの化け物め。ボノロンはゆっくりとサイヤの願いをナギに話してあげました。するとナギはおとなしくなりぽつりとつぶやきました。サイヤはきっと私が記憶を取り戻したことに気づいたんだな。だからそんなこと。サイヤは立派な人だろん。その時ナギの目から涙が溢れてきました。知っているさ、私はサイヤに命を助けられた。そしてこの5年間本当に幸せだった。幸せというものの意味を知った。私はサイヤのために何をしたらいいんだ。するとゴンが葉っぱのついた枝をナギに渡しました。これはナギの木の葉っぱだわん。サーヤがお守りにと。ボノロンにはサーヤがナギと名前をつけた思いが分かりました。ナギの木の葉っぱは縦に引っ張ったらちぎれることはないわん。ラランん。ナイロン。どんなことがあっても二人の心は切れたりしないと。きっとサーヤはそういう思いを込めたんだロン。私はかつてこの国の将軍だった。この国は王様が死んでからは次の王が決まらず乱れに乱れた。それは今も続いている。だからあんな盗賊も現れるようになったんだ。ナギは葉っぱを胸に抱くと何かを決心したようです。モノロンが叫びます。さあ行きたいところは決まったろ。ナギも叫びます。この国の都へ。それから1年が経ちました。サーヤは今日も一人で畑仕事をしています。そこにボノロンが空から舞い降りてきました。サーヤは驚きました。モノロンさん。そしてモノロンの背に乗っている人を見てもっと驚きました。ナギ。それは去年よりさらにたくましく立派になったナギでした。ナギはモノロンの背を降りるとサーヤに近づきその手を握りました。お前を迎えに来たよ。私を？どこへ？都だ。都？私はこの国の王になった。王様に？私は
お前にたくさんのものをもらった。これからはこの国の民のために命を捧げるつもりだ。だからそれをお前に王妃となって手伝ってほしいんだ。サイヤは後ずさりをしました。私が王妃なんてとんでもないわ。